YouTube。 どうも KP です。監督です。なんかゴルフ場に滝あるとことがないから。滝？滝。滝？うん。ああでもなんかあれじゃないですか、滝を打ち抜くコースとかさ。やりたくない？いやでもちょっとそれは面白いですね。なんかさ、なんかゲームでなかった？そういうの。分かんないです、分かんないです。分かんないけど。ゲーム？ゲームで。あ、そう、マザー2ってゲーム知ってる？知らないです。マザーってゲームシリーズ知らない？わかんないです。糸井重里が作ってる。ロールプレイングゲーム。わかんないです。マザー2ですごいの。あ、そうなの？滝の裏で30秒、何分かな、本当にコントロールを触っちゃいけない、はい、じゃないとそのイベントクリアできないっていう、はい、とこがある。チェックイットアウト。はい、本日はですね、そうだ、最近どう？ワイルドなウエストなデイズを送ってる。どうも、ゆいです。今日はですね、なんと宮城県にありますワイルドウエストデイズさんにお邪魔しております。何時にお邪魔してんねん。こんな感じです。めっちゃ夜や。まあまあまあね、時間はね、まあ来たのはだいぶ遡ること、そうですね、もうなんか何時間も前なんですけどもね、まあ、ちょっとね、天やわんやとしておりまして、ちょっとこの時間からでございますが、はい、ショップのね、紹介をお願いしたいと思います。行ってみましょう。はい、イベントの会場で、はい、ちょ移動販売も、ね、そうですよね。通常結構あれですか？あ、そうです。もうもうだいぶあれ動いている感じなんですね。そうですね。今ちょっと今年はコロナで、そうですね、なかなかイベントですね、イベントがないんで、もうちょっとあれですけど、お店のオープンとともにこっちも一応、そうですね、入れる。ありがとうございます。ちょっと行ってみたいと思います。すごいですよ。びっくりしちゃった。いろいろね。いっぱいありますね。いろいろ。そうですね、これ。どこのイベントで現れるんですか？結構全国行ってるんですよ。はいはいはい、だから関東圏はほとんど回ります。ローライダーのイベント。ローライダーイベント。はい。ちょっと一周ぐるっとして。一周ぐるっとしてみますか？ね、監督はこれ後で買ってね。でかいっすね。で後で買ってもらう。いろいろ売ってるんですね。あとあれだね、顔出し NG の方は今度これにしようかな。あ、いいっすね。何でも売ってるんだ。ヘイズリーのソックスとか TGK もあるやないか。 TGK？ うん、スケーター。あー、卵かけご飯食べた。今全米が凍えましたよ。今全米が凍えましたよ。よし、じゃあ、本体の方に行ってみましょうか。そうですね。じゃあちょっとね、大元の店舗の方に行ってみましょう。 TKG が滑ったところですね。そうですね、全米が。あ、じゃあちょっとね、行ってみましょう。行きましょう、行きましょう、行きましょう。なんかなんかすごいバイク止まってますよ。ん？うわっ！これちょっとあれじゃないですか、そうそう、後々紹介案件じゃないですか。そうそう、ね、後ろの靴もすごいですね。そうですね、情報量が多いですね。こちらの店舗、視聴者さんに、はい、なんでしょう、視聴者さんに、はい、ワイルドウエストデイズさんは何のお店？そうですね、どういったお店なのかっていう。最初はローライダーのファッションみたいな感じであれだったんですけど、はい、今はもううちから提案するワイルドウエストデイズのスタイルっていうのを全国に発信していこうっていう感じの。基本的にはじゃあ主にアパレル。そうですね、アパレルで。なるほど。あとはやっぱりショップさんのお店のが違って仕事なんで、はい、お店の仕事がメインなんで。へぇ、で、プラスまあ自社でももちろんブランドとして出してて。そうですね。ちょっと店内を後ろ案内してもらうと、
ね、お洋服が。そうですね、こっちは洋服コーナーで。もうね、そろそろちょっと肌寒くなってきましたからね。少しずつ冬物に。ロンティーとかパーカーとかね。今ちょっと入らないんですよね、世界的には。そうですね、もともとの素材自体が品薄で今、ちょっと困ってる状況ですね。コロナさんの影響で。けどなかなか、まあでも世の中皆さんそれですから。そうですね、確かに、ね、いっぱいありますよ。いっぱいありますよとか言ったら、ね、私もうパーカー着てるんですけど。そうなんですよね、これね。本当にありがとうございます。これ着てるんで。実は僕今日ね、僕もね買ったんで。そうだね。庭 TV で TV でね。見てください。監督のファッションはさ、ちょっとね。お客さんの。はいはい。ちょっとたまにいます。ね、まだ今ちょっとカフェとかも。そうですね。コーヒー、軽くコーヒー飲めるぐらいの。いいっすね。やってるんで、愛車を眺めながら、ビールも飲んでもらえれば。ああ、なるほど。やっぱローライダーそのファッションってことで、うん、大きい服もね、取り扱って。そうですね。サイズは 3X から4まであるやつもありますね。なんで。オーバーサイズも扱ってるってことね。監督様々ですね。そうですね。まあ、ハプニングもありましたけどね。まあそうですね、いろいろありましたけど。そう。ちょっと上とかも見てみます。あ、いいんですか。事務所のすいません。じゃあ、お願いします。いろいろ持ちあるだろう。お願いします。普段ここは、邪魔します。うわー、やばー。うわー、まあ、背がおしゃれ。ここで撮りますか。ここも今日ちょっと待機でね。ああ、そうそう、一度お邪魔させていただいた。ここですごかったんですよね。もういきなり朝から、もう朝から大興奮の。大興奮ですよ。また、あれだね、夜になるとちょっと雰囲気が、まあ、そうですね、おしゃれ変わりますね。この景色がいいですね、ここ。確かに。本当だ。すごく、ちょっと、あと。みんなのね、車とか止まってても見えるし。いや、いいですね。ここはすごく。ああ、なんか微妙だな。ちょっとカメラだと微妙なんですけど、景色がいいです。そういうことです、くつろいでほしいです。あと雑誌がすごいですよね。そうですね。ですね、歴史ありますね。今日朝1時間半くらい読書してますね、みんなで。みんなもう古いのあるから。本当にそうだな。2001年とかのけど、だいぶもう表紙が取れちゃったのとか多いですからね。ローライダーとかね、ローライディングすごかったんですよ、これ。見てましたけど。こっちがメインで制作とか。はいはい。制作つまりあんまり。すごい。ちょっと汚れてるんですけど。おスタッフオンリーさんでね。洋服とか作ってるんですね。ですね。すごい。遊びながらやれるように芝生にして寝っ転がりながら。寝っ転がりながら。みんなで寝っ転がりながら仕事しようっつって。へえ。カッティング作ったりとか、はいろいろと。たまにダーツもやって見ちゃったり。グダグダと。で、ここも服の装備。あ、そうなんですね。はい。ちょこちょこやっぱこういうのがですね、ここは。かっこいいね。ここからコンテナ行けるんですよ。コンテナがかっこいい。すごい。意外と雰囲気入ってて。コンテナの。おしゃれよな。いや、いいっすね。MST もな。そうですね。こんなおしゃれな。さっき、もうやりましょうって言ってましたよ。もうコンテナでやりたいって。やりましょう。マジっすか。もともと前々からちょっとコンテナおしゃれだよねなんて言ってたんですけど、2階はまあ主にちょっと事務所だったり作成だったり、ね、我々の仕事場ですね。なんかあれじゃないですか、やっぱ洋服でおすすめのちょっと何品か見せていただいて。そうですね、ぜひぜひ、はい、やっぱりまあ、季節問わずやっぱ人気ナンバーワンだったりとか、はいはいはい、今の一押しとかもね、ちょっとこれからのシーズンなんでね、うん、紹介していただけると。はい、やっぱりこのメインのマーク、これですね、このマークが。それですね。はい、これがもうやっぱり一番の人気の、はいはいはい、これもうこれかっこいいっすよね。こっち LA なんですよ。あ、ほんと LA になってる。そうですね、これ前バージョンかもしれないです。LA ちょっと本来だと JP ジャパン、JP ジャパンバージョン、これ JP ですね、ジャパン。あれ、ちょっとほんと子供用、かわいい。やっぱこれが一番人気で、はいはい、うん、で今ちょっと別ラインなのがストリートゲームって、はいはい、これがちょっとみんなこうこんな世の中だけど外に出て遊ぼうよっていうストリートのゲームっていう新しいやつですね、これ。ちょっと新しいもの好きの、はいはいはい、
なんかちょっとナイキとかね。そうですね、ナイキとかちょっとシュプリームな感じの今時をね、取り入れてるデザインですよね。あとは本当このアメリカとかでも有名なのはウェッサイオージーテ、あーこれね、それのそこの方にワイルドウェストデイズで作ってもらって、これかっこいいっすよね。これかっこいいよね。買いました。あ、本当ですか。さっき貸してました。あんまり日本でもやってる方いないんで、監督があの唯一着れるサイズのありました。あちらの方が、本当ね、これサイズがね、本当に今もうないんです。買わせていただいたので、本当はこのシルバーと黒を買おうと思ったんですけど、そう2色ぐらいね、欲しかったんだけど、ちょっとね、こちらのマックスがあの 2XL だったので、 3XL 今ね、まあ、またちょっと今度、そう、なぜあの腹なんで。そうですね、2はダメだったんです。2はダメだよ。3からでしたね。入れときます。すいません、よろしくお願いします。お願いします。入荷しておきます。奥に個人的にその気になるシャツ系の、あの、はいはいはい、自分が欲しかった。そうですね、そうですね、こういうのもあんま売ってないじゃないですか今。ほんとね、なくなっちゃって。そうですね、なかなか見かけないですね。そうですね、この間まで半袖だって、あまだ長袖ちょっとあれなんですけどね、はいはい、今年がね、やっぱこちらも入りにくい。入らないですね、今もう T シャツから何から全部アメリカから輸入してたんで、はいはいはい、ちょっと困ってるんですけど、まあ少しずつ出てば、まあ、アメリカ自体も多分ね、元が止まっちゃってるとこ、ね、もないんで、もしあったら欲しいな。いや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 、今度スペシャルであれしますので、あ、すいません、よろしくお願いします。 T シャツ関係は本当に送っておきます。あ、よろしくお願いします。いろいろと着れるサイズを作って遊びに来てください。宮城に来たら、そうですね、4号沿いにあるからもうすぐ分かりますから。そうですね、はい、もう外観はもうね、すぐ目に。そう、東京から1本で来れます。間違いない。そうです、そうです、頑張れば1本で来れます。1本で来れますから、はい、じゃあ、あのハーレーの紹介をしてもらっても。あ、そうですね。あと、はい、お店は定休日は、定休日は、定休日というかオープンが金土日しかやってないんですよ。ああ、週末、ね、週末だけやるんで、はいはいはい、週末だけ遊びに来てください。気をつけてください。平日来てもあってなりますけどね。そう、金土日でぜひぜひ遊びに来ていただければ。はい、じゃあね、あの気になるバイクの方に行きますかね。コンセプトは、はい、